1990X 年。これではいけませんね。正しくは今年24年4月9日午前9時で 3DS のオンラインサービスが終了します。約13年続いた 3DS もいよいよ終焉を迎えるのね。もちろん妖怪ウォッチ1からバスターズ2まで含めたシリーズも例外なくオンラインプレイはできなくなります。妖怪ウォッチよ、 RIP。 妖怪ウォッチ4があるんですけどね。妖怪ウォッチ今までありがとう。妖怪ウォッチ4があるんですけどね。そんなわけで妖怪ウォッチ最後にふさわしい妖怪を使うわよ。なんならプニプニも愛学園もあります。は？はじゃないですが。よう出る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 。対戦できへん、もうできへん。ごめんなさい。結局カンストはできませんでした。残念。はいはい、古いので早くパーティー解説してください。今日は普通に真面目に強いパーティーですわよぞ。ですわよぞー。ああ今日はゆいもおふざけ側ですか。私の胃に穴が開きそうですね。しかし普通に強いパーティーらしいのが救い。そして主役はもちろん主人公である俺っちにゃん。ああ間違ってスキル買い忘れてた。は？は？ごめんごめん、後でもうこの粘りに戻しておくわ。ああ山田もうこなろうにゃんですか。最終回は主人公鉄則ですね。最終回じゃないが。え、高血なろうにゃん頑張って、もうこ発動期待してるわよ。ふふふ、任せるにゃんよ。そして今回のなろうにゃんの相棒はワルノリン。王道の隠密吹っ飛ばしワルノリンですね。装備を奪ってぐちゃぐちゃにしちゃえ。そんで残りは全員ブロッカーコンの壁よ。今回は S ランク壁をハミワじゃなくてユーロボにしたんですね。床メタ要因が欲しかったのよ。反転対応心とかうざいし。のぼせトンマンも久しぶり。これは緑対策？その通り、ユーロボと合わせて対応緑対策は完成。バケルトンは豪傑族で希少な強いアタッカーになれる壁よ。スキルはもちろん最強格で必殺もちゃんと攻撃で優秀ですよね。豪傑族の必殺はほとんどがバフだから確かに希少ね。ラストはいつもの最強 E ランクことししまる。ナローニャンと交互に必殺打ってもらうわよん。うにゃにゃ、今日も無双しちゃうにゃん。でもその前にスキル変えるにゃんよ。さてマッチングしました。お相手は SSS ランク。そこそこ有名な猛者だから気合い入れていくわよ。まさか怨念やトリベアなんて使ってこないわよね。強い人が強いパーティーを使って何の問題があるんでしょう。私が勝てない。今日はいろいろはっちゃける感じ。うにゃにゃ、レッシュは全部倒してやるにゃんよ。まあそもそも今日は山田猛虎型をとことん生かすパーティー出したのむわ。さあ気になる相手のパーティーはダブルタコーラミエルドラシュートです。シュート言わないキアカもテンション高め。あとワルノリン装備剥がしナイス。で一体我慢コン剥がしたわね。もう一体のタコはブロッカーなるほど。装備が剥がれたタコを最優先で倒したいですが、何が何でもシュしてくるだろうし、まだ焦らず堅実に攻めていきましょう。あのタコさんは俺っちの必殺で終わりにゃ。ふく頼もしいですね。そしてもう一体の S ランク妖怪はまさかのブロッカー時空心ですか。 100% 必殺連射パーティーね。エルドラは交代中対策の崩し要因かしら。となるとオラにニャン魔女か魔女っ子マイニャンがいるわね。魔女っ子マイニャンな気がしますね。ニャン魔女は必殺溜まるの遅いですし、どっちもいる点もないわね。それだとパーティー全体の耐久低すぎるわ。まあ見てから対処は考えればよろし。今はししまるの必殺いくわよ。タコ恨みももう少しで撃ってきそう。我慢コン剥がしたタコには撃たせないわよ。勇ましじんはないですがやっちゃってください。こんな早く厄介なタコ恨みを倒せるならかなり助かるけど、どうかな。おっしゃったわ。出だしは順調ですね。これでこちらの床が真っ赤になることはなくなりました。半分真っ赤になる程度で済んだわね。十分厄介定期。さっ続いてナローニャン行っちゃってゴー。体力の減少量的にまずまずな火力は出せそうですが、にゃむ、全員倒しちゃってもいいにゃんね。はいはい、奥に必殺打てる方。先生誰も打てません。それじゃあタコの床を祈りましょう。ピンポイントは嫌だ、ピンポイントは嫌だ。って何ですかこの茶番。まあまあ祈りが通じたかはわからないけど関係ない位置にできたわよん。配置ぐちゃぐちゃにされなくてよかった。それで結局魔女っ子マイニャンだったみたい。ブロッカー魔女っ子マイニャンですか。そこまで脅威ではないですね。そうね、ワルノリンですぐにブロッカーコン剥がしてあげるわよ。そしてそしてなんと豪傑人のおかげでナローニャンギリギリ猛虎圏外。結構大きいですよねそれ。このマイニャンの必殺受けてももう一発耐えられます。当たり前のように猛虎が発動する前提で話してます。いやいや猛虎不発とか考えられないんですけど。着実にフラグが立っていますね。やれるわよねナローニャン。当たり前にゃんね。さすがナローニャン、主人公してる。さあてここからどうしましょうか。相手は全員高烈で必殺が届きにくいですね。というかこのパーティー光栄必殺ナローニャンしかいないの結構欠陥じゃ。ワルノリンバケルトンユーロボ光栄だけど。光栄と呼んでいいか微妙でしょ縦一列は。お、エルドラが前に移動しました。あーあのボセの必殺撃つ。でもなーなんか違う気がする。早く決めないとチャンス逃すわよ。あーじゃあ撃ちますわ。時空心もそろそろ撃ってきそう。あっエルドラ引いた。じゃあワルノリン撃ちますわ。優柔不断ねー。それでワルノリン挑戦無限耐えるの。すごい微妙な訳し方。
バフも入ってないですし、不思議人もなさそうなので耐えるかもしれませんね。ぶっちゃけ微妙。なんかプレイが好きなんで。猫に言われた。猫じゃなくて主人公にゃん。それよりも悪ノリ敵のミリ対してますよ。ナイスインでマイナン倒してもろて。相変わらず悪ノリにあのエフェクトで単発必殺は嘘でしょ。そして倒しきれなかったのでユーロボにバトンタッチと。タコウラミの必殺撃たれますが、ユーロボはイカダメージ無効なので安心して必殺撃てますね。これほんと強いわよね。アルティメットと名の付く妖怪のスキル効果を2か無効にしたの運営は床環境になることを達してたのかしら。ああどうなんでしょうね。前作の三つ股や今作の運営とか生み出す運営だからたまたまだと思うなぁ。辛辣ですね。とマイニャン倒せてます。かなり有利な展開になってますよ。早く俺っちを出すにゃ。とことん吸血で終わりにしてやるにゃ。そうね、タコもいい位置で待機状態になったしなろうにゃん。出しますか。ユーロボはお疲れ。ハニワと迷ったけどあんたでよかったわ。人によってどっちを使うか結構変わりますよね。スキルが確定で発動するなら圧倒的にハニワに軍配が上がりそう。まったく運営スキルは大変にゃんね。ユーロボなんだから今いいテンションじゃないですか。にゃんて、まあとりあえず敵を倒しますにゃん。現在猛虎発動状態。果たしてその火力は。ナイス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 。そんな発音のゲームあったような。タンクタンクタンク。あそれ Wii U でやったな。いや関係ない話やめるにゃん。俺っちのこと褒めるにゃんよ。俺時空心食らうにゃん。やめ100ダメージいかないのにゃん。わ時空心固くない。今のナローにゃんでも山田くんの倍率そこそこあるでしょ。ガードしてるとはいえですね。いえガードしてる相手にですし逆に出してる方。えっこんなもんじゃない。みんなダメージ感覚がバラバラにゃん。一体何年実況してるのかしらねー。あはは、誰もガチ勢にならなかったわね。まあ私は最初から超ガチ勢だけどね。それが本当だとしたらサービス終了以上の恐怖です。は？最初からガチ勢でカンストできてないのはちょっとヤバいからガチ勢自称しない方がいいと思う。ヨジハラなんね。ああもういい。バケルトンの必殺で気持ちよくなっちゃうもんね。エルドラをぶっ飛ばしちゃって。阻止します。は？ワルノリンで隠密痕を剥がしてからナローニャンが横取り。仕込みですかこれ。あれまた俺っち何かやっちゃいました。さすがナロー系、最後までそのムーブをやめないのね。今日のバケルトン何もしてないんですけど。ひたすら耐えてただけですね。十分いい活躍なんですけど。バケルトンってスキルで強力なアタッカーとして注目されがちだけど、壁としても超優秀です。はい、そんなバケルトンのミリ対しすぐに勝利できました。バタバタバツ。ワルノリンがいい感じに噛み合ってましたね。やはり装備剥がしは強いです。俺っちもナイス活躍だったにゃんね。必殺での2枚抜きかっこよかったわよ。それでは皆さん次のマイナー妖怪の活躍にご期待ください。え、妖怪ウォッチの動画これが最後じゃないんですか。と思っていたのか。なんだこの人。そのうち有志の人が代理サーバー作ってくれるらしいにゃん。妖怪ウォッチは不滅にゃんね。いやだから妖怪ウォッチ4とプニプニがまだあり